臨床科学分析装置。多くの生科学的パラメータを同時に測定できる。臨床科学は診断や治療を目的とした体液の分析に関連する科学の分野である。これは生科学の応用分野であり、医薬品開発の基礎研究を行う医薬品科学と混同してはならない。この分野は19世紀後半に血液や 尿の様々な成分に対する簡単な化学、反応検査を用いて始まった。それ以来、何十年もの間、科学技術の進歩に伴い、酵素活性の使用と測定、分光測食法、電気営動法、免疫測定法など、様々な技術が適用されてきた。現在では、豊富な診断機能を備えた多くの血液検査や尿検査がある。現在のほとんどの検査室は、 病院の検査室に特有の高い作業負荷に対応するために高度に自動化されている。実施される試験は注意深く監視され、品質管理されている。すべての生科学検査は科学的病理学に属する。これらはあらゆる種類の体液で行われるが、主に血清や結晶を対象としている。血清は血液が凝固してすべての血球が除去された後に残る。 血液の黄色い水のような部分である。遠心分離では、高密度の血球と結晶板が、遠心分離管の底に沈殿し、沈殿した細胞の上に、液体の血清核分が残る。このような分析前の初段階は、最近では、統合システムの方針で動作する機器に組み込まれている。結晶は、本質的には、血清と同じであるが、血液を凝固させずに、 遠心分離することで得られる。結晶は、凝固する前に、遠心分離して得られる。必要な試験の種類によって使用するサンプルの種類が、決まる。大規模な臨床検査ラボでは、最大約700種類もの検査用サンプルを受け入れる、ところもある。最大規模の検査ラボであっても、これらすべての検査を自ら行うことは少なく、他のラボに依頼しなければならないこともある。 この膨大な数の試験は次の細分化専門家に分類できる。一般的な臨床科学検査には次のようなものがある。一般的に注文される検査セットをパネルにまとめたもの。ありがとうございます。